皆様こんにちはゆめのです本日は言い訳ができるダイエット第1回ということで今日のテーマはですね言い訳をしてもいい理由というところでお話をしていこうと思いますそれでは始めていきますはい、えー、言い訳ができるダイエットはですね抗精神薬を飲んでいる方向けになりますのでまずお薬のね働き方みたいなお話を最初にしようかなと思うんですけれども いつもながらなんですけれども私はお薬の専門家ではないので今日もねお薬の具体的な名前とかは出ないです。はいあくまでお薬の働き方っていうお話になります。でも早速働き方のお話に入るんですけれども、まあ、抗精神薬は基本的には脳に効くお薬で脳に働いてくれるお薬なんですけれども、まあ、特にね 脳に働くことで血糖値を上げるるっていうね、副作用があるんですよ。それだけだったらまだ良かったんですけれども食欲が増してしまうっていう副作用もあるのでこの「血糖値を上げる」「食欲が増す」っていうこの2点からね抗精神薬を飲んでいる人は痩せることができないとかねそういう風になっちゃっているんだなぁと思うんですけれどもただこれって裏を返せば 食欲が出ちゃうのは仕方がないっていうことなんですよねもう副作用として食欲が出ちゃっているのであればそれを抑えるためにまた何か他の薬を飲むかって言ったらそういうことではないのでどうしようもないのがこの副作用による食欲なんですよでその上血糖値も上がっているので もうダブルなんですよね。ダブルで太らせてくるっていうところなんですけど、ただ、この食欲が出るのは仕方がないんですけど、じゃあ食欲が出ちゃったら、食べるのを我慢できるかってなったら、我慢するのってめちゃくちゃストレスじゃないですか。で、せっかくお薬を飲んで、ストレスをね、減らしていこう、減らしていこうってしているのに、ストレスを自ら増やすっていうのは、私の中ではお金を払って、病院で診察を受けて、 お薬もお金を払って処方してもらうわけじゃないですかだからストレスを自ら増やすっていうことをしちゃうとこのいわゆる医療費っていうのがもったいないと思うんですよだからやっぱり食べながら痩せるにはどうすればいいかっていうところを私はすごく考えたんですよね私の場合はまあこの先もずっとお薬を飲む生活が続くっていうことがわかっているのでやっぱり じゃあそこにストレスを加えて痩せるっていうのは一生続けることはまずできないですよねお薬ずっと飲むのに食欲ずっと我慢するっていうのはいつか限界が来ちゃいますし多分そのいつかっていうのもすぐ来ると思うんですよでその我慢して食べちゃった我慢して食べちゃったっていうのを繰り返すことでリバウンドしていくじゃないですかでそのリバウンドがどん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 ひどくなっていっちゃうので体重が上限なく増えていって結果的に生活習慣病になって っていうねそういう風になっていくのがまあ良くないループだと思うんですけどやっぱりお薬をずっと飲むって分かっている場合はですねお薬を飲みながらうまくダイエットをしていくっていうことがね最適だと思うんですよだったらその食べることを我慢して痩せていくっていうのは一番多分難しいと思うんですよ だって食欲が増すっていう副作用があるのに、それに逆らうっていうことをしちゃうと、脳にも良くないと思うんですよ。お薬を飲むことで脳がね、安定していて、その副作用なわけじゃないですか。言ってしまえばその副作用はもう必要なものだと思ってしまった方がいいと思うんですよ。食欲が増してしまうっていうね、そこでずっと足踏みをしていてもね、 痩せることはでできないですし、食欲が減るわけでもないので前向きにね、そこはダイエットしようっていいいうふううにに考えた方がいいと思うんですよ。よ、まあ、前向きにダイエットしようって言ってもね、まあ、言い訳をするんですけどでどんな言い訳をするかっていうところに入っていくんですけどもう食欲が増すっていう副作用があってで血糖値が上がってしまうのであればここからもう本当にあの単純というかシンプルなんですけれども。 抗精神薬を飲んでいるからだっていう抗精神薬を飲んでいることを言い訳として使うっていうことなんですよただいきなりね抗精神薬を飲んでいることを言い訳に使うって言ってもなんじゃそりゃってなると思うんですけどまず抗精神薬の副作用が自分の体に起こっている自分の脳に起こっているっていうことを認めるところから始めるんですよね最初は結構抵抗が あるかもしれないです私自身は結構最初この言い訳ができるダイエットっていうのを始めた時に抵抗があったんですよなんかね言い訳をしてなんか食べてる自分っていうのが嫌だったりとか結局でも食べてるのは自分だもんなとかやっぱ最初はねうまくいかなかったんですけど徐々にこう食事を楽しみたいなって思うようになったんですよ。 やっぱりせっかく食べているのに常にやっぱりね言い訳してるなとかそういうことを考えちゃうくらいだったら食事を楽しみたいなって改めて思ったんですよだったらもう認めてしまおうって思ったんですよ薬のせいにしてしまおうって思ったんですよねやっっぱりこう難しかったんですよ最初は 薬を言い訳にして太ってるって過去に言われたこともありましたし抗精神薬のせいにすれば何でも許されるとかねそういうふうに言われたことも何度もあったので私の中では実はこの言い訳ができるダイエットっていうのは本当に時間がかかった一番の理由はそこだと思うんですよ。 薬のせいにしたら許されるるとと思っているとかそういうこと言われた過去がかなりあったのでいやでも薬を言い訳にしてダイエットってできるのかなってやっぱり思いましたしいややっぱり言い訳はしちゃダメだって思ったりもしましたし変なところで真面目なのでなかなかやっぱりこう最初は抵抗があったんですけどでも やっっぱりせっかくもともと食べるのはねあの前回もお話しした通り好きなのでやっぱり楽しく食事をしたいなって思ったんですよねだったらもう認めちゃおうって思ったんですよ。この食欲が増しちゃって変な時になんか食べたくなっちゃう衝動に駆られることとかこれも副作用なんだなって認めることにしたんですよ。 だから本当に一番最初は言い訳よりもまず自分のこの食欲、謎の食欲はお薬の副作用のせいなんだって認めることにしたんですよ。そこからね、認めて、で自分の身に起こっていることをまず理解して、そこからね、あのどんどん言い訳をするようになっていきました。だから言い訳ができるっていう風になってるんですけど、その言い訳ができるっていうところまで行く ことに時間がかかかるる方もいるかもいいしれないですやっぱり言い訳って世間的には良くないじゃないですかまあいわゆる多責みたいなところがあって人のせいにするなとかっていうじゃないですかでも抗精神薬を飲みながらダイエットをしていくためにはその言い訳をするっていうのが一番負担が少ないですしお金もかからないなって改めて思ったんですよ。負担が少ないいっていうのは やっぱり他のダイエットって何かを我慢しなきゃいけないとか何かを買って飲まなきゃいけないとかそういうのがあるじゃないですかあと何かをたくさん食べなきゃいけないとか飲まなきゃいけないとかそういうのって正直痩せるかもしれないんですけど半永久的にずっとそれれを続けららるかっっって言ったら無理だとと思うんですよずっとお金をかけて自分の体重を維持するっていうのはほぼ不可能なんじゃないかなって私は思うんですよね。やっぱりこの健康な方と比べて 毎月医療費がかかるじゃないですか診察代とお薬代だけだったとしても毎月医療費がかかるわけですよねだからその分お金がかかっているわけなんですよそこにさらにダイエットをするためにお金をかけるっていうのは私は正直あんまり意味がないんじゃないかなって思うんですよ例えばそのダイエット お金をかけてするダイエットっていうのが効果的だったとしてそれをずっと続けることができるのかって言ったら生涯で計算するとすごいお金をかけていることになるんですよねで、その間もずっと医療費を払っているっていうわけになるじゃないですかそれって楽しいのかなって私は思うんですよそれって幸せなのかなって思うんですよね もちろんやっぱり体重が増えてしまって生活習慣病になるっていうのはよくないことなんですけどでも抗精神薬の副作用で増してしまっている食欲じゃないですかそれをお金をかけて何かしらのダイエットで痩せるっていうのは言ってしまえば無理やり痩せているっていうことになりますし無理やり痩せているっていうのは決して体にも心にも脳にもよくないと思うんですよね。それだったら何も特に、ね、お金をかけることなく、 もうお薬をを飲んでいいるっていうことを認めて、う認めあ、薬のせいで食欲が増しちゃってるんだなとかそういうふうにね考えた方があの気分的にも楽だと思うんですよ。あこれを食べちゃいけないんだとかあ、これを食べたら太るって言われたなとかそういうことを気にしていると本当にあの痩せる以前に食べることを楽しめなくなっちゃうんですよ。 楽しめないのに頭の中は食べることでいっぱいになっちゃってで食べたい食べたいでも我慢しなきゃ我慢しなきゃってどんどんストレスが溜まるじゃないですかだからやっぱりね今のね自分の状況を本当に認めて受け入れてそれでねもうお薬のせいっていう風にしてしまった方がね全然気楽に生きることができますしで言い訳をするっていうことをね 慣れてできるようになればご飯を食べることも楽しむことができるのでやっぱりね向精神薬を飲んでいるっていうことをまずね認めて受け入れてそして言い訳をするっていうね、まあ、それができるっていうことが他の健康な方っていうのは向精神薬はもちろん飲んでいないので言い訳なんかできないわけですよ断れないから食べちゃったじゃあ断ればいいじゃないですかって言われたら終わりなわけですよそう。 でも抗精神薬を飲んでいる方がお薬の副作用のせいで食べてしまいましたって言ったらあそれは副作用だから仕方ないですねっていうふうにこうやってきちんと成り立てば自分の中でも徐々に納得することができるんですよ。例えね、それが、 そう言ってもらえなかったとしても自分の中で納得してあこれは副作用だから食事が増しているんだなって思えることができたら人にねあそれは仕方がないねって言ってもらえなかったとしても徐々に徐々にその言い訳っていうのが自分の中で正当なことだっていうのが理解できてくるのでもうそうなったらねこっちのもんなんですけどなのでね言い訳をすることは悪いことではないんですよ。 だってお薬の副作用なんですもんんお薬の副作用なんだから食欲が増すのだって止められないんですよそうだから言い訳をしてもいいんだっていうことをねまず 認める理解するっていうところからね始めるのが一番かなと思います本当にね何か食べるのを我慢するとか何かたくさん食べなきゃいけないとかそういうことってやっぱり続かないんですよね何かを我慢するとかじゃあ何かを食べるのを我慢するっていうことを一生続けるのかってなったら一生続けるって本当に難しいいじゃないですかだからやっぱりねいかにしてね楽にそして生活スタイルを変えずお金をかけずっていうのがね 私は一番いいんじゃないかなと思いますダイエットってね食生活っていう意味じゃないですか食生活って一生続けることなのでやっぱりね 食べることは生きることっていう私は常に考えてるんですけど一生続けることができるダイエットじゃないと意味がないんじゃないかなって思うので言い訳ができるダイエットっていうのはね本当にいいんじゃないかなって私の中では思っておりますはいそんな感じで今日は第1回だったんですけれども言い訳をしていい理由のお話をねいたしましたやっぱりねせっかく言い訳をしていいっていう状態なので もちろんね、精神疾患になってお薬を飲んでいるっていうことはポジティブなことではないんですけどなんですけどでもねやっぱり体重が増えるっていうことは将来的に生活習慣病につながる原因の大きな一つなのでやっぱりそこはねあ,のある程度健康的な体重っていうのをね維持するっていうのはね大切なことかなと思いい、ます。ははい、はそれでで今日はこの辺りり終わりにしようかと思います。 いつも最後まで聞いていただきまして本当にありがとうございます。ではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。